吉谷さん誕生日でですすかおめでとうございます確かに10月1日は誕生日ですね同じ40代になりましたでも10日後私は50代になってしまいますいやーなんか行く年来る年じゃないですけどもこの40代というね箱の中に吉谷さんが入ってくるとその分私が押し出されてこっちに行くみたいなねこの追かけっこは残念ながら縮まることはありませんまあ年齢を重ねるのが何かを失うことなのか何かを得ていることなのか さまざまな見方があると思いますけども少なくとも年齢を重ねたんだからこのくらいの自分にはなっておきたいなっていう自分ではいたいなと思います年齢を重ねたんだけども何だったんだろう若い頃は良かったではなくてね一日一日自分が増し加えられてることに感謝と喜びを感じていきたいなと思いますね例のね野村正輝さ,さんいいこと言いますね、うん、じゃあ私はね40代の名言ということでちょっとね 考えてみました。それはですね、えー、藤原桃園さんという方なんですけど、私も知らない方なんですけども、要領よくという考え方は人生を意義あるものにしてくれないということなんですね。これ私の考えにちょっと一致していて、コスパにこだわる人はコスパが悪いんですよね。そうじゃなくって、まあ、やること一直線にやって、無駄も無駄じゃないような形にして、結局はその伏線を回収してしまう方の方が通り道のようだけども近いんではないかなと。 少なくとも重いんではないかなと思うんですよ。あの、アフィリエイトをずっとやってきてね、良かったなーっていうのは、あの、クリックしちゃいけない広告にもクリックしたりとかね。で、自己アフィリエイトをオプトインでやろうとして、あ、これはダメなんだなってことに気づいたりとか、その代わり自分が今度ね、人に教える立場になった時に、何が不正かっていうことが分かりやすくなったんですよ。で、えー、コンバージョンを上げるためには、 ASP の方と仲良くすること、ASP の方に信頼されること、これが大事だってことも分かりましたんで、えー、オプトイン系のね、ASP の方とは積極的にお会いしたりとか、それからあー一般の A8 ネットなどの上場企業系の ASP の方には、担当者を置いていただくために、会社の方に訪問したり、電話をしましたね。 で自分のアフィレート手法をそこで紹介プレゼンしてこれならオン社の取引先になれるでしょうかということで報酬単価を上げてもらったりとか特別な案件をね裏案件をもらったりとかして結構有利に進めたんですよまあ、だから3年で1億円を突破したんじゃないかなと思いますこれはつまり通常はコスパよくどん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  SEO 対策なりなんなりするんでしょうけども私の場合は遠回りのようだけどももともとある広告主や ASP の方に訪問してですねそことの関係をまず作ること といいうところに、えーまあ、意義を置いたんですよね、まあ、そうするとその後のアフィリエイト活動ってのはすごくしやすかったですし不正を疑われることもなかったですしたまにねアフィリエイトの新しい手法を編み出した時にあのリサーチ来ましたけどもねでもその時にもこういう手法でっていうふうにプレゼン資料を渡してでその通りに検証していただいて、えー、非常にねいい良好な環境を築けたかなと思います。 斎藤、まあ、トさん1番4000個しましたけどもその過程ではですねこういうふうに緻密に ASP と連絡を取り合いながらで ASP の意向に沿ったアフィリエイト活動をしてきたってことも基本的にはあるんですよねその上で量産をしていくってことなんで結構ね私なりにあの右行ったり左行ったり遠回りをしながらやってきたんですけども結局はこれが一番良かったなと思いますしものすごく大きなねあの自信になりましたし あの3年間重いなと思いましたねかなりずしんときたような3年間でしたあっという間に過ぎたんですけどもなんとなくこなしてきたんじゃなくて一個一個ね深く刻んだようなそんな思い出がありますね、えー、だから自己アフィリエイトで多分日本一やってきた人間は私じゃ,んじゃないかなと思いますしだからこそ自己アフィリエイトをマスターすればもう何者も怖くないと思うんですよ逆に自己アフィリエイトをね10件20件 程度しかやってないいな人が一体何を語るんだと思います実は、ねうんまあ、今でも変わらないです自己アフィリエイトをやらなければあ結構遠回りになるんじゃないかなと思いますけどねまあねアフィリエイトとかやろうとしたらですけどね、まあ、最近は YouTube バンバンやれば勝手に広告つくんで、えー、別に何も考えなくていいような気もするんですけどねじゃあそんなところでいってらっしゃい。